はい、こんにちは。こんにちは。釣り堀 YouTuber です。あ、もうそれで行こう。ということで本日ご紹介したい釣り堀はですね、バン釣り堀翡翠園さん。すごい綺麗なとこだね。ご飯屋さんみたいなんかね。綺麗ですね。すごい綺麗。カツ丼とか出てきそうよね。美味しいだろうね。カツ丼はそうな作りしてますね。まあ、てことでこちらの釣り堀さんの特徴はですね、60センチ以上の大物を釣ったら1時間無料です。おもう夢満点。室内と室外が分かれておりまして、室外も大きな大物池と小物池、で室内の方行っても金魚の池とか雨天関係なく、はい、楽しめるという池でございます。今日も秋晴れですな。見てくださいこれ。この秋晴れ、秋晴れ、ほー秋晴れ。ジャバースカイフックね、分からんって。分かんないんだよな、もう全共感してもらえる。いや、あの荷物どうする。はいはいはい、じゃあ行きましょう。はい、それでは入水。入水じゃない、入店だよ。入水、入店だ。ヤクン、見て、あそこなんかいるよ。足湯、足湯じゃない、足湯でーす。でけー。やばい。え、めちゃくちゃでけえよ。やばいって、こんなんいるの。え、だって見て見て見て、ほら。え、大きさわかる。え、めちゃくちゃでかいね、これ。おお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 、こんなんいるの。ちょっと待ってや。あれから、この声が大池コースで釣れる声ですよね。あ、本当だ。これ釣れるんだ。これかかったら1コールだな。引きずり込まれん。うちらいけるか。いけるかな。いや、これをね、夢見てやりましょうか。うん、とにかく、目標無料。そこ無料。無料。はいはいはい。あー、これね。ルールがあるんで。ルールね。はい。60センチ以上の大物を釣り上げると1時間の無料券プレゼント。ただし、釣れ、釣れとはね、皆さん魚の口以外でかけちゃいます。要は食わせてくださいよ。そう、はい、到着しましたね。はい、はい、こちらこんな感じでございますね。はい、いやー、はい、泳ぎたくなっちゃいますね。いやー、泳ぎたくなっちゃって、いや、そんなわけないじゃん。これ抹茶だよこれ、ね、めっちゃ緑だよ。めっちゃ緑だけど泳ぎたくなっちゃいますねなんて言わないよね。プランクトンの量がえぐい。もうやっていいんですか。あ、どうぞどうぞ、行こう行こう。竿先より前に出す。いやー、皆さんちょっと大物釣ってくださいね。はい、はい、あべ、なんかちっちゃいのがこんくらいなのかな。なんかね、こいつずっといるんですよ、ここに。アベレージが大体そのぐらいなのかね。まあ、こんなもんでしょうね。まずは餌を売って、まあ、寄せると。いつもさ、月中とかでさ、はいはい、やってるじゃん。その当たりがどう違うかだよね。まあ、その癖がありますから ね、 ね、そこの釣り堀のさ、釣り堀によってこれは癖があるので、餌も違うじゃん、いつもと。そうね、餌がちょっと違うんだな。ふがし的なさ、美味しそう。こんな感じ、こんなんな。どんちゃん、うん、会長の時こんな感じ。もうちょっと色が濃いかな。太さは、太さはね、もうちょっと細いかもしれない。そんなね、あれだと切れ字になっちゃうから。切れ字になっちゃう。そう、これ、これが生まれたら切れちゃうからな。ちょっとね、血がつくから。そのサイズティッシュに血がつく。うん、うん、だからもうちょっと、もうちょっと細くなってる。うん、そっかそっかそっか。こういうのよく作るの好きだもんな。いや、作っとったね、若い頃ね。若い頃って、また今でも作ってるから若いってことでいいですか、じゃあ。今でもやりますよね、自分で。今でもマジうんこネタ好きやもんな。お、あ、見て、髪折った。はいはい。あ、あ、増えた。あ、増えてる。色、これ、増えてるね。さあ、皆さん一向にこれ、当たりがないらしいですね。お、当たった当たった。当たりました、ね、当たりました。これが当たりですな。カメラ捉えましたよ。スコーンっていった。カメラが寄ったらスコーンっていったけど。スコーンっていったね。ある意味この映像って撮るの難しいですからね。浮きが沈む時の映像を撮るには忍耐力が必要ですからね。集中力と忍耐力。ちょっと汗拭いていいかな。当たらんな。いいよ、うん、ちょっと汗拭かしてね。よし、汗拭きました。谷間の汗がね。谷間の汗って谷間あるんですよ、僕。
さあ、地味な絵が続いております。皆さん一匹でも釣れればいいよね。チャタンだけどな、この合わせがいかんのかな。ねえ、あ、わかった。ちょっとしみさん、俺に代わって。俺分かっちゃった、ね、ここのパターン分かった。もう分かった。おおスレッカ、スレだ。今見えたぞ。ちょっと今見えたぞ。見して、はい、ちょっと自首して自首。ほら魚が溜まってきとるってことだよね。そういうことですね。これ僕分かっちゃいました。本当ですか。うん、あのね、変わってこれあと1回やったらでいい。はい、お願いします。なんでかというと、ここね、月中パターンじゃないと思います。うん、なんか違う気がする。ここは早合わせ禁物パターンかもしれん。あれやっぱあと1回。あ、いいよ、お願い。いいよ、優しい俺。優しい俺。お願い。俺小学校の頃、ヤサオって言われとったから。本当に？本当。嘘だよ。あら、ちゃんに聞いて。本名。一人だけ今日なんかパリッピっちゃってるね。あの、ピール。あ、今日朝遅れてきて、シャカーって言って入ってきたんですけど。シャカーとか言ってこうやってやっとって。そう遅刻してないって。シャカー。マジで。社会人失格やろ。今日出張だぞって言われたらさ、15分遅刻してた。シャカこっち待っとんねん。ごめん、その説は謝るよ。あのね、皆さん、撮影するということでですね、僕らね、日向に来てるんですよ。はい、見てください、あちら、日陰があるから。もうめちゃくちゃ釣りやすい状況がある中の本当は日陰の方が魚は寄ってるはずなんだけども、我々は魚も人も本当はあっちの方がいいんだけど、当初は、みんなはあっち行きたいってなった。日陰にね、ただ暗い映像じゃいかんからということで、こちらに来ましたね。いや、エフェクトかけお前、今回めっちゃいつもかけとる。もっとかけお前、もういつももう肌色めちゃくちゃ補正してる。合わせない。これ合わせない。あ、分かった。ほら見ろ。今実況するよ。はい、こう来て、まだ合わせない。3段階だったね。そう、バラしてるのよそこで。じゃあちょっと見てください。あの、次受け注意ですよ僕の。いくよ、見ててよ。いくよ、ほら浮きをちょっと注意して見てください。じゃあ後ろから撮ります。当たってるよ。まだ一回沈んだよ。まだ、えー、まだよ。もう餌ないんじゃない。まだ。ほらほらってコツは何だの使うか。コツどこ行けんの。これで合わない。それではカメラドンちゃんに変わりまして。ドンがカメラか。ドンがカメラだよ。もうヤックンのこと散々けなしちゃうんだから。いいよ、ケッチョンケッチョンだぜ。もうそれで視聴ケッチョンケッチョン。ドラえもんかアンコウでしか聞けない。ケッチョンケッチョン。ケッチョンケッチョンにしてやるからな。こんにちは。あら、こんにちは。お花畑。え、俺を撮れ。脳内お花畑。お花畑、俺たちを撮るんだ。なんかすいません、脳内お花畑。俺たちを撮るんだ。かわいい恋さんと戯れてました。そう、戯れて。ちいさんの浮きを反応している。めっちゃ反応してる。あ、来た。お、来たちいさん来たちいさん、たまたま。わからでも、あ、ちいさん絶対普通サイズだ。よいしょ。ない、はい、もう逃れ。普通サイズでしたね。普通サイズです。ヤクン、針取ってもらっていいですか。針取ったら写真も撮ってください。どれ撮れてます。いや、返しがないからね。やりー、グッジョブです。釣れたけどね、なんとか一匹ね、ただこの無料サイズではないかと。そうだね、暑すぎて血汗が滝のように流れてってる。トンちゃん特有の血汗ね。血汗が滝。どこに書くんだ血汗って。もう本当に太ももの裏とかさ、この書く書く。今日のワンピースさ、
汗かいたら色変わっちゃう系やん。そう、あ、でもね、分厚いやつやからこれ多少血圧吸い込んでも問題はない。後でチェックしますやめてください。 お来ました。やったー。カモできる。おお、ダブルヒット。ダブルヒット。しかもなんかでかいぞこれ。お、でかいぞ。俺のやつ、俺のやつでかいぞ。でかいぞ。なんか全然、ちょっと本当にでかいよ。なんか私のことを映さんようにごめん、そういうカメラ、カメラが動いてほしい。柱で俺のがでかいから俺のがそんなことはない。めっちゃ映すのむずい。先にかけたのすげえ、すげえ。ねえ、これ一人でたまわり大変だよ。やくん、入れてあげたら僕もね、僕も手助け欲しいんですよ。おいし、おいやー、でかくないかい、はい、これおめでとう。ちょっと待ってね、ヤク。はい、ブンスケはい、チャリヒーンスレ、うん、スレだな、俺のやつは。あ、口じゃない。じゃあ目の下にかかってる。おい、ありがとうね。はい、場所移動してきました。あ、いや、涼しいね。なに、なに、どうした。見て、これでけえ、これでけえでけえ、これこれはすぐ釣れそうな予感がしますね。だってもう色声が多いもん。うじゃうじゃ。口でかかんない可能性あるよね、これね。ねえ、釣れの可能性高いから気をつけてくださいね。あ、どんちゃんかけてる。お、どんちゃんどう。あれ、うわ、重くない。またまた、どんちゃん。いやー、これね、困るね、どんちゃん。あ、でかいでかいでかい、釣れだけど。あげるんだ、あげるんだ。でかい。すごい、ギュンギュンになってる。ヤクカメラやるわ。俺が助けるか。助けて。ああ、でもいいサイズか。これはさっきの僕のと同じぐらいだな。わあ、え、私の方が大きくない？いや、僕のと一緒ぐらいかな。これは。ヤク喋らんね。ヤクさん、よっしゃ。よっしゃ。でかくない？ねえねえ、ヤク目視でないです。ヤク目視したろか。ヤク、ないです。でかくない。ヤク、あと一歩あるから変われるよ。変わろうか。よしよしよし。ちょっとポルモに苦戦するかな。あ、ちょっと、あ、取れてる取れてる。やったー。別所ありませんかね、これ。はい、逃がしてください。ないです。ない。はい、帰り、はい、帰り。いいね、いいね。バトンタッチ。あ、ちょ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 。なんだよ。あと1分だな。どんたこす、いけ、行くんだ。さあ、どんちゃん本気出して1分取り組みます。どんちゃん、格好つけても今俺浮き映しとるから。あ、うん、あ、うん、合わせるのかい。お、来た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 。手前のチェミさんが来た。引かない引かない引かない。ぬるぬるんってくる。でかくないこれ。どれ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 。でかいでかいでかい。どれどれ。でかい。ほら、全然。ほら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 。竿そんな曲がってないよ。超でかい。そんな曲がってないよ竿。超でかいって。見してみ。ちょっと早く上げなさいよ。早く上げてよ。上がらんねえって。お、どんちゃんヒット。どんちゃんヒット。すごいすごい。ダブルヒット。ほらほら。でかい。でかいよ。え、でかい。でかくないこれ。だからでかいって言っとるやん。え、でかくないか。ちょっと、ごめんごめん。今の訂正、でかいでかい。ごめん。ちっちゃい、ごめん、ちっちゃい。あれ、今、でかく見えたった。持ってきて、持ってきて。ほら、でかい。え、ないですよ。あるよね。あるよね。60ありますかね。もう、大きな声で言ってください。ないです。はい、終わったね。いやー、激闘だったけどね。いや、まあ、なかなか良かった。あ、よかったよかった、楽しかった。よかったよかった。で、ことでですね、今からどうしようか、はい、なんか美味しそうな駄菓子屋さん、はい、美味しそうな駄菓子屋さんって言ったらおかしいんだけど、駄菓子屋がある、玉銭とかたこ焼きとかがある駄菓子屋さんがあって、でもマップでは見つかるんだけど、Google では見つからなくって、電話番号もないんです。やってるかどうか分かんないね。でも営業中にはなってて。営業中、これどうするね、一か八かで向かうか。近かったら行けばいいよ。20
分ちょい、うん、行こう。行きます。行こう。はい、到着しましたね。ちょっとお目当ての場所がやってなかったんで、急遽別の駄菓子屋さんに来ました。でね、駄菓子屋さんを探すときにね、うん、皆さんこうインターネットで調べたじゃないですか、うん、調べれなかったでしょ、うん、なかったね、ここね。で、僕がコンビニの店員さんにね、地元の店員さんに聞くと、うん、あそこら辺にありましたよみたいな、うん、そんな手がかりで見つけましたよなんとかたどり着いた一点。すごい雰囲気出てるわ。すごいよね。行きましょうか。撮影許可取ってあります。わー、すごい。うわ、ちょっと待って、めちゃめちゃ雰囲気出てる。ね、うわ、これ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 、この感じ、色あせた感じ最高あ、見て、まだテレホンカード販売店、この上にこの懐かしいステッカーが、テレホンカード私使ったことあるかな。ラムネあるね。これあ、美味しいやつやん。わー、これね、いいよ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 。小判のチョコとかもあるし、これ当たりがついとるやつやんね、確か。懐かしい、ね、裏側にね、裏側に、あのめくって中のチョコレートが変わる。じゃあね、ここ、皆さん、うん、予算、うん、500円ずつ。やったー。どうぞ。 やったー。今日頑張ったから。やった。選び放題やん、駄菓子屋で500円って高いで。だいぶ買えるね。え、だいぶ買えるいいんだぜ、いいんだぜ。袋いっぱい消費税もらう。消費税、あ、いいですよ、当然当然、ね、カゴに入れる。これ、あ、そうだ、駄菓子屋あるあるだな、これ。そうそうそう、これこれこれ。え、嬉しい。さあ、ちょっと駄菓子をね、見ててください。はい、いっぱいある。好きなの私このさ、砂糖チューチューするやつ。はい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 、切れ端だ、すごい。あ、これ懐かしいな。これ見て、これも懐かしいし、これ、これも好き、これも好き。これいいよね、20円だって。これうまい、これ懐かしい。あー、これ来たな。懐かしい。それいくら？30円。いいよいいよ、激安だ。買ってく買ってく、みんな大人買い始まったぞ駄菓子屋さんの大人買い始まった。これ大好きなわけ私、砂糖系しか入ってないけど今、はいはい、あ、これあるよね、これ俺好きなやつ。あー、出た。これあのこんにゃくゼリーってやつやな。そう、うまいね。あ、出た、俺これ混ぜてた。これね、ジュース買えなかったから、これで家で水で混ぜてたジュース買えなかったから、持ってて、これ持ってて、ジュース買えなかったから。そう、これみんな覚えてる、これ。私使ったことない、これ。俺買ってこう、買ってこう。めっちゃ懐かしいなったよ。うん、どれ。あご定番ですな。出た出た。はい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 。あ、これちょっと、これ知ってる、これ、あれ、ゴムでさ、飛ばすやつだっけ。これね、作ってめっちゃ懐かしい。110円。うわ、これ買ってこ、これ5個買えるやんうん、買ってく買ってく。あ、こんにちは、ちょっとどうぞどうぞ。ヤングオーナー止まりますよ、皆さん。あ、いるねいるいる、やっぱ梅トラもいるな。あ、これ忘れちゃいけないよ、これ。ん、めっちゃ美味しいじゃん、これ。これ美味しい。これさっき私車の中で食べちゃったから1個買った。ちょっとチキンのやつ、これこっち買って、こっち、うん、そうそう、これこれ忘れてるよ練り飴子供ではみんなネリネリして食べとってやつ。美味しいじゃんね、練り飴。美味しい、もう糖分だらけですよ、今。これでタバコ振った。あ、やった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 、ね、これ結構古いんじゃない。これやったね、ね、うん、俺もタバコ吸ったふりになってたわ。加えタバコ、うまいんだよね、これ何気ね、うん、なってたなってた、ね。私多分3、400円だけど、これじゃあね、みんなね、500円設定はいいんだけど、入れすぎるよバカみたいに入れるんだから、みんなお前ちゃんに買いすぎって言われて在庫がなくなっちゃうもん、だって。あ、そっか、計算しずにバンバン入れる。ちえみさんがね、もうね、ちえみさん、お金の感覚を取り戻して、ね、童心に帰れなかった最近ちょっとバブルちえみっていうのを呼んできましたねもう買い物する時もね、値段見ないですからね、ちえみさん。おかしいもん、量このみんな来てあげておばちゃん、めっちゃいい人だけど、ね、やっぱね、年だからみんなあんま来なくなっちゃったからとか言うんだけど、みんな来てね、来てあげて。名前ないけど、名前ないけど、何駅だっけ、ここ田楽、違うわ、田楽は、田楽駅、あの豆腐、田楽駅じゃないですか、ここ
学年ありがとう。お姉ちゃんごめん。すごい恥ずかしい間違い。電学じゃないよ。学電駅。すみません、失礼しました皆さん。学電駅のね、近所にありますから。はい、そうやね。すぐそこ学電駅だから、これ歩いて来れるからね。そうそう、目印自販機で。はい、笑ってるよ。電学。電学駅って。豆腐に味噌塗ってあるやつ。美味しそうだけど。食べてこ。そんな感じ。そうそう、もう店先のねこういうとこ座って食べるんすよ。ちょっと落ちたよ。ゆかさん、これやり方わかる。ラムネ、私もう駄菓子屋の民だったからさ、やってみ。じゃあいいよ。本当に飲み方わかるんですか。出てやるのかな。え、わかんないの。嘘、うん、わかんないの。え、わかんないな。やばい、ちえみさんわかんない。一回教えてもらったんだけどね。やばい、都会っ子だわ。見た。グッチェ、ゆうかさん教えたって。みんな、いくで。こうやれで、抑え切る。いい、すぐ離してダメよ。おう。はい、じゃあチームさんやってみて。力いる、これ。できない。できないじゃん。え、向き合ってるよね。合ってるよ。あ、苦しい。皆さん、子供できたらこういうの教えなきゃいけないんだからね。お母ちゃん、ラムネ開けて。わかった。おっしゃ。お、いった。あ、ちょっとこぼれたね。ちょっとこぼれた。もう話していい。いいよ。飲んでみてみ、これ。飲み方があるんだよね。飲んでみ。あ、残念。あ、ダメだ。違うな。ジェミさん、違う。私との違い探してみて。いくよ。やってる。駄菓子屋の前でいっぱいやってる。こういう小学生いたわ。ラムネ食って、スルメ食って、ラムネ飲んでか。ラムネ飲んでスルメ食ってるやついたわ。あ、そう。正解。さあ、そう、正解。そこでビー玉止めるの。ビー玉止まってますよ。はい、止まってます。正解よ。うめえな。そういうことよ。うめえな。うん。ゆうかさん。そう、そんな感じ。みんな思い出して、これこのスタイル思い出して。見て、これちょっと、これ、これ知らんでしょう、うん、こういうじゃないですか。うん、よくやったな、それね。これやったよね。うん、で、これこうで、先端プロペラできた。で、これを手でつまんで飛ばします。あ、上手。今私がコントローラーする。なんだ、ドヤ顔。さあ、じゃあね、帰りましょうか。はい、ね、今日は面白い、体験がいろいろできましたね。うん、よかった、まあ、こういう遊び方もね、時にいいよね。うん、昭和感、今日めちゃくちゃ昭和感ね、いいよね。あの、ね、動画撮影前にも行ったうどん屋さんが1杯270円とかの、うん、あ、これちょっと僕らのツイッターにね、あの、載ってますんで、皆さんちょっとツイッターもチェックしてくださいね。昭和感満載できたからね、はい、今日すべてツイートしてありますんでね。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ここ来てね。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も押しておいてください。ベルマークもお願いします。言わないの。おすすめの動画もね、こちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。言わないじゃん。言う。